はい、こんにちは、コムさんです。リバティウォークね、 35R GTR、タイプ2バージョン1の続きやっていきたいと思います。あの前回のね、サフ、表面処理のね続きです。やっていきます。サンディングばっかりになりますけどね、ずっとサンディング続いてるように思うんですけど、まあ作業が、あの工程がね重なってるのでね、あのウィリアムズとかね、ロータスはまあデカール行ってますけどね、はい、前回終わってからここだけちょっと触ってたんですけどね、こう綺麗に取れました。ここね、では横やっていきますね。ドアノブというかね、ここあのモールド消さない、傷つけないっていうかね、減らさないようにね、ちょっと水多いな、きちっとね、こうこの辺もちょっと削っとこうかな。これここあれやな、ちょっとえがんでるというか、ここ下がってるのかな、サフが消えないですね。であのここあんまり削ってしもて筋彫り薄なるようやったら、もう一回ね、筋彫りもうちょい深さ欲しいかもしれないですね。ここね、こういうねキワキワをきれいにね、まあ黒サフじゃないので白サフで、次白サフするとしてもね、まあまあ消えてくれるんですけどね、多少はですね。ここにね、あのラインあるんですよね。これは明らかにいらないラインやと思うんでね、前回もこれ消しましたけどね。うん、映ってますね。ここね、こうやって、こうやってね、はい、こうやってねってね、一生懸命ですよ。でここ筋彫りっていうかね、あのモールド深めたやつね、ちょっとこう荒れてたらあかんかったりとか、若干の傷ね消しときます。こうやってね、綺麗になったかな、ちょっと見てみましょうか、ね、もうちょっとなんかこう筋しっかり入れたいですけどね、まあこんなもんでしょうね、はい、あとここにねパーティングラインらしきものがねおるんですよね。こっからの延長かな、これもしっかりね見落とさずに消しておきます。でここのモールドはね、あの大事にするという感じです。はい、ここも消えましたね、消えました。ここまあ多少は消えてくれるんですけどね、あんまりねひどいのあると、あのちゃんと消しとかんとね、あとでね、出ちゃったっていうね失敗につながるので、ちゃんとね、ここはあのここのモールドですよね。こうするとこれ今ここ削れて当たったもんね、これはここのモールドで膨らみがあるんでね、そこをさっき当たってしまったというかね、これはね大事にこっちから削りましょう。削りましょうでね、偉そうですね、削ってくださいね、はい、削りますね、はい、よいしょ、こうね、ここもねちょっとこうキュッと折れてるんでね、ここはまあ隠れるんでね問題ないと思うんですが、ついでにこのねカッター入れたとこもね綺麗に、あカッターっていうかね、僕の場合あれですけどね、あ僕って気持ち悪いな、コムさんの場合ね、あのあの削るやつね、はい、なんですけどね、よいしょ、ちょっと綺麗にしていくわ。さあペーパーくっついてきてたらなんか不機嫌なと思ったら、ああいうのがねこの角当たって傷いかしたらね、もう最悪ですよね。
傷生かしちゃったみたいなね。多少の傷なら治りますけどね、大傷生かしたらそこまたねパテなりイージーサンディングなりね入れて修正せなあかんというワンコって増えちゃうみたいなね。いらない、あこれなかったらもうな次進んでるのになって思いながらねそれをやる、はい、そういうことのないようにね、はい、頑張っていきたいと思います。傷生かさないようにね。皆さんそんなことないですよね。きちっとね片付けながらとか、だんだんあの体の方にも行ってますけどね、ここちょっとね取れにくいんですよやっぱり。こうねここの角をやあの削らないようにね気をつけながら、こういうのが時間がかかるんですよね。ここちょっと引けてるのかな、あ引けてるのか筋のとこでちょっとね、若干の段違いになってるのかですね。ここもちゃんと揃えておきたいと思いますね。まあ削ろうとしてね一生懸命そこ削りにすごく削りに行ってね、角とかをね減らして、丸くするとねシャープ感がなくなるんでね、シャープ感っていうのかな、シャープさがね一緒か。話一つで変わりますけど、今日は寒いですね。めっちゃ寒いです。あ、映ってないね。寒気がね、入ってきとるのでね。綺麗にしとかんとね結構出るんですよ。デカール貼ってもねデカールにちょっとなんかこう変な感じになったりとか、塗装もねここ一番きあの広い面積で見えるんでね綺麗にしとかないと出ますと。角のライン通ってるんでね、この角丸めないようにね、前へ行くにつれてちょっと丸まってるんですけどね、ここからキューッとね、ここでね、そこまではね、こんな感じかな。ここ筋彫りであのライン入れてもいいかわからないですね、削ってねここ細くね、なんかそんな気 しますわって、はい、ここもドアのここまでね来たらおかしいんでね、このここの塗り分けね、ダクト ここもう一段下ろうか。
できるだけここね取っとかんとね、塗装で団子になって、団子いうか塗装が分厚くなってね、もっちゃりしたらね嫌なので、こうしとこうか、ちょっと削ろうか、お時間かかるんで後にしますね。動画の方ね、こればっかりになっちゃうんでね、よいしょ、こんな感じでね、ここもここフェンダー中隠れるんですけど、一応ねその際はここ、もう接着してね、多分一緒に塗装するんで、あ、塗装の時は別かな、別にするかな、で塗装してからくっつけるかな、コムさんいつもそうしてたと思うんですけどね、前の時ね、ちょっともう一回考えようかな、そこの。どっちが綺麗にいくかですもんね。ここにね、筋というよりね、ここにちょっと段差になってるんですよ、ここ。若干のね、パテ？縦までいかんでええか、模型できましたけどね、もうちょいやから削っちゃおうかな、あんまりこのねこっち側を削るとね、ボンネットとラインが合わない、こっちはねフェンダーで合わせられるんでね、なんとかなるかもなると思うんですけどね、こうですね、きっちり消しときますね、ここでペーパーをさらに入れ替えないというのがねミソですね、このままでねこれだけ消すように、ペーパーをさらに入れてこの角削りに削っちゃったらね失敗につながるのでね、できるだけ優しいやつで、かつてねこれでゴシ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 いつまでも擦っててもね、またダメージ大きくなる可能性あるしね、難しいですね、その辺ね。こんな感じね。こっちサイドこれでできましたかね。このちょっとやな。よいしょ。ベテランの方はね、もうほとんどコムさんの動画なんて、ちょっとやっとるわ見たろかぐらいな感じで見ていただいてると思うんですけどね、新しくねやられる方とかね、初めて LB の方ね、まあこれ間違っとんなと思ったら判断いただいてね、何も別にね同じようにしてもいただかなくてもいいですもんね、ご自分の判断でね やっていただくと、もちろんそうでしょうけどね、僕コムさんに言われなくてももちろんそうでしょうけどもはい、あ、それでちょっとね、あ、これ参考になるなとか思った分はね、参考にしていただくという感じですね。これね、もうだいぶ時間長くなっちゃうんで、これこっちもうやっときますっていうことでね、やります。あと、フロントバンパーいきましょうか。とりあえず難しいところっていうかね、この使い古しでいこう。使い古しで、角をね、できるだけ守るためにね、いきますよ。はい。こっちの角をね、できるだけ、削らないようにね、ライン合いませんとかいうことになるんでね。ね。
多少のねズレはあるのかもわからないですけどね、個体差でね、まあ、仮組みした時点でね、あ合うな合わないなっていうのはわかると思うんでね、調整ねしていただくとしてしていただくな、あこれ青島さんのあれじゃない、僕青島さんのあれじゃないんでね、ただの、プラモデル好きのおじさんなんでね、別にこうしてくださいねって言われはないんですけどね、はい、合わせてもらって、で組み立てるときにね、できるだけしっかりとね合わし込んでいくというね、まあ、もちろんこの下表面処理とかね、この下処理の間に合わせ込んでいくということも大事なんですけどね、ここちょっと引けてます、できるだけこの角の方削らないようにね、こっち側から前はね多少ねあんまり削ってね、ここを削っても丸めたらあかんですけどね、こうやってる分にはね、ここのここはね研ぎ澄まされていくっていうかね、シャープ感出ると思うんでね、コムさんはいいと思いますけどね、撮ってんのかなこれ、撮ってますかね、ここあんまりやるとね丸くなっちゃうんでね、あここちょっとやっぱり引けてますね、ここ引けてます、ここ、これは揃えていきますね、塗装面がねボコンとここでへっこんだようになるんでね、感じかな、 GTR の場合分からないですね、ここでこういう風になってるのかも分からないですね、なってないでしょうけどね、ここはね実物見てる限りね、なってないと思うんですけどね、ちょっと吹こうか、ちょっと折ろうか、ここもね、あんまりこの角言わすとね、ヘッドライトと合わない、ヘッドライトカバーかクリアパーツとね、面が合わないっていうことも出てくる可能性があるんでね、この角の方、こっちのラインはね、あまり削らない、こっち側ねように行こうと思います。こんな感じね。またね、白サフ含んであっさりと、かというとね、白サ、サフ残ってたらね、サフいっぱい乗ってとかね、塗装いっぱい乗ってとかなるんでね、その辺注意でね。で、ここにね、オーバーフェンダーのラインがあってね、ここにこれ何やったかな、カナードのね、あとや取り付け位置やと思うんですけどね、これもね大事にね言っておきたいと思いますね、これここにこう角のモールドがあって難しいですね、ここはい、あこれはあれやな、フェンダーのこれどうやったらええんかな、残す筋彫りにするわけにもいかへんしね、どうしようか、まあこうこまめにやっていくしかないですかね、でもまあいけますね、いけます、いけます、この中は別にねもういいのでね、まあ、削りますけどね、あ意外といけますね、そんなに削れないね、もう次まで残ってたね、サフで消えることもないやろしね、このぐらいあったらいけましたね、コムさんここだけ心配してたんですよ、表面処理すると消えんちゃうかなと思ってね、消えないですね、このぐらい、よいしょ、接着
バンパーはあれやもんな、あと後になるもんな、つけていくと研ぎ出しがねできないっていうか、やりにくいというかね、この細かいところまたね後でやりたいと思います。あ、もう今できましたねちょっとサワダ消えちゃった、これでいいですね。はい、こっちここね、ここもねこうグッとね行って、ここにね四角い四角いちょうどまっすぐのね平らな面がここにあるんで、これをここね出していきます。水こんな感じかな、こうねんでこっち側はちょっと丸いのでね、こう丸めてね、ほとんど手で隠れて見えないですよねこうか、こうやったら見えるかな、こうちょっとへこんでるんですよね、問題がねここですよね。このグリルね、グリルはねこれこまめに行くしかないですよね。もう思ってるほどあれ意外と簡単に行くかもわからないですね。これ思ってるほど難しくないかもしれないですね。こうでね。このね、これ100均のスティックやねんけど、スティックペーパーやねんけどね、これこうこっちで削ってここ減ってきてあかんかった、ここであたこの真ん中こうブスってきたらまた真ん中ね復活するんでね、あのまっすぐ切っとけばねまたこういうまっすぐなとこ使えるという感じです。はい、100均の営業マンじゃないですよ、こんなんね営業じゃないですけどね、はい、こんな感じで使ってますよっていうね、コストパフォーマンスいうのかなは優れてますよね。使いやすさとかね、その実際にこれ用に開発してるもんじゃないと思うんでね、でもこんな使いよう、これ、まあ、模型とかしかないと思いますけどね。だまあまあ実際ね、ちゃんとした開発してるやつと比べたら使い勝手とかねどうなんかなと思いますけどね。コムさん使ってる限りではね非常に満足しております。まあ値段的な話もね。これね結構入ってるんですよ。一本じゃなくてね何本入ってたのかな。10本か、10本入りですね。で600番手です。なのでね結構削れる。これと一緒やからね番手はね。ここまた後で細いやつでね、もうちょっと細いやつ作ってやっとこうかな。でここね、こういうとこね、こうゴシ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 とね。でこの横っ腹でね、この横っ腹ちょっともう減ってきてますけどね、古いやつなんでこうねまっすぐに当ててね、あんまりきつく押さえないように軽くさ撫でる程度で。やるとこの端っこが綺麗に取れますよと。コムさんこれを固定しといて、パーツの方いつもこうやって動かすんですけどね。
そしたら楽ですね、やりやすいというかね。でもついでにこのまっすぐなとこはもうこれでね、こうささっとねやります、やっております。はい、でもう一回つけてこうね、こういうとこは割とこれ使ったら楽ですよね、スティックね。でこのね、このね、あの下っ面にねパーティングライン入れてるんです。これをね逃さないようにね削っておきましょうね。これはあのリップつけた時にね浮いた状態になるというかね、取り付けが甘いというか、一つ物が挟まったような感じになるんでね、隙間空きますよね、こっちもね。かといってこれ映画見すぎるとまた今度合わないので、そこは要注意で。削りすぎ注意ですけどね。こんな感じね。よし、こんな感じ。やっと。だいぶできてきたかな。うん、まだやね。はい。半分ですかね。ここはね、ちょっとこう丸みあるんで、やっぱりペーパーかな。でもこれもね、こう、若干こう、押さえ気味にいくとね、こう、丸くなるんですよね。スポンジなのでね、こんな感じね、楽ですよね、こんな感じね。でここはこっち向けてこういくと、こんな感じね。こういうとこは楽ですよね、これこう押し付けてもここにペーパーはないんでね、スポンジ部分なんでこっちは削れない、ここは下は削れないっていう感じです。もう完全にこのスティック売り込んでるな、うん、こういうとこもね、まだ言うかって感じやけど、こうですよね、結構楽です、これね、こんな感じですね。ここもちょっとだけ削っとこうかな。ここはまだペーパー丸めてゴシゴシやらなあかんですけどね、中はね。これこう突っ込んでね、ゴシ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 ね、ゴシゴシというかね、撫でるだけね、上も下もね、これでこう削ったやつね、綺麗になるぐらいで、あとこの端っこですよね、端っこ形整えていく。なんか今日はあれですね、このなんか作業の話ばっかりしてるんですよね、いつもかな。なんかあ、この場合もペーパー固定してね、こうパーツを動かす方が楽です。コムさんもですけどね、はい、こういう細かい作業はまたね後でしっかりやっとこうと思います。こんな感じね。フェンダーが、半分やった、はい、フェンダーはフロントバンパーね、半分やったのでね、このぐらいで置いといてね。すいません、一旦止めます。はい、続きです。もうパート2として時間がないのでね、これとこれに時間かけすぎましたね。ちょっと急ぎ気味でね、ボンネットもね、要所要所だけやってね、あとまたやっときますということで、こういうね、ここをね、丸くこうなってるので、ここがね、そこをうまくね、消さない。で、こっちの、何かな、こっちの角のラインね、これをきれいにやっていきます。これはもともときれいなラインなんでね、消さないようにということですね。それとね、ここにね、
この津田一、この津田ね、ここにね、若干のパーティングラインね出ます。これも逃さないようにやりますけどね、あんまり削りすぎるとボディとのパー、あのラインが合わないということになるのでね、注意しながら削ります。こっちこうね、こっちもこう、こういうとこね、割とこれいけるんですよ、こうやってこうね、僕が開発したわけでも何でもないしね、発売してるわけでもないんでね、ただ見つけて買ってきてね、いいな思って使ってるだけなんで、よいしょ、こんな感じね。実はこういうとこもいけるんですよね、こう映ってるかな、こうね、あんまり角に押し当てないようにね、この部分だけこうですね。でこのね、丸い方使ってね、丸い方でも、あの角の方でもいいんですけど、こうね立ててこうやると、すごい、立ててこうやるとね、綺麗にいきます。この角に当てないようにね、こうです。今日はなんか100均スティックコーダー100均、スティックペーパー通販、あ、通販じゃないなコマーシャルねみたいになってますけども、こんな感じね、どうでしょうか。割と簡単にね、綺麗にいってると思いますけどね。ここもこうね、あとここら広いとこはね、あの、これなりペーパーなりね、こうやってねやりますよと。で、ここはもうこっちでやってるので、ね、ここの中もね、これ結局こう四角い方使ってね、こうこれ動く範囲が狭いんでね、これを半分ぐらいにカットしてね、こうやったらね、やりやすいです。こういうところはね、今もカットしてやらないですけどね、このままやりますけど、でこっちもね、ここですね、この角はね、またあの、これも新しいの使ったらいけるんですけどね、もうこの角はこのペーパーでね、いつもみたいにこうやると、ペーパーも古いんであれですね、取れないんで、新しいやつでね、またやりたいと思います。はい、こんな感じですね、ボンネットはね。まだもうちょっといけるのかな。そんな行きますね。リアのね、リアバンパー、この辺はね、またあのちょっと苦しみながらね、こんなの使いながらこうやってねやっていくと思います。こうやってこの細いの作ってね、こっちとかねやると思います。あとはこのあれですね、このリベットのとこや、あの削らないようにこうね、これせっかくいいモールドついてるんでね、こんな感じでね
ね、こんな感じで。ちょっとね、あの丁寧に、あの今 ざっくりやるだけですけどね、動画も時間ないのでね、ざっくりやるだけですけど、こう丁寧にね、時間かけてこう隅々きれいにしていくと、ここもね、そして今回ここね、ここ 分割されてるというね、パーツが、ここらはね、まっすぐ平らなので、このラインを削らないようにね、切りつけながら、若干の丸みとかあんのかな、まあいいよね、こういうラインでは丸みはありますけどね、ここをへこんでるっていうラインはないですね、引けですね、こう。このスポンジの場合ね、要注意はこっちはみ出すと、このラインに乗ってライン削っちゃうんでね、こうね、面に応じてね、削る。で、こっちはこっちでね、こう削る。まあ、ご存知でしょうけどね、皆さんね。はい、こんな感じです。でちょっとこう丸みあるとことかってね、こう、まあ、角はダメですけどね、こう丸いラインのとこって、このスポンジがね、丸く保ってくれるんで、この中かこう削って、よいしょ、こんな感じね、まあこっちの横はまた一緒ですけどね、ここはこうグッとここで形状ね、でなってるんで、これを守りながらね、こうかな、こっちね、バリはないでしょうけどね、一応削っときます、ちょっとだけ軽くね、あんまり削るとね、合わないんでね、ここあれか、もうリベットのこれね、こうやって同じ方向をまずね、こうコム様ですけどね、一回取って、で次またこの逆からね、まあやる方によってはこれ穴開けて、これ削ってしまってね、穴開けてリベットやり直しっていう人もね、もちろんいてますよね、今までの流れから言うと。結構ね、攻めたね、制作される方たくさんおられるのでね、すごい腕モデラーやのかな、ね、そういうのはあれですよね、竹島さん系、動画系のね、方間ではね、変態と。
それの園長いうかね、その凄腕モデラーのね、会長やったちゃうわ、代表で、で立ち上がったのがね、HMC コムさんがいつも最後の最後にね言う HMC ね、変態模型クラブなんですが、すいません止まりましたカメラね、ここはもうやっときましょうか言うた時点で止まっちゃいましたね。オーバーフェンダーはもうね、前回リアの分はもう前回のあの LB のあれでねかなりやっておられると思うので、あのもうね大丈夫ですよね。あとはこれフロントのね、あのここのダクトね、これ穴開けんのか穴開けへんのかっていうんでね、結構ね、悩まれるというかね、いろいろね意見あると思うんですけどね、コムさんは開けました。あのこれまああのまあ動画ではやってますけどね、プライベートな制作なのでね、コムさんが楽しんで作るというね、なのでその開ける開けないの判断はね、コムさんが勝手にやってね、やっております。これ必ず開けなきゃダメだよって言うんじゃないんでね、お気楽にね、別に開いてなくてもかっこいい、十分かっこいいですからね、逆に開けない方がね、形、整形整ったまま使えるっていうかね、な感じですよ。ご自分の思われるようにね、開けようと思ったら開けられたらいいですけどね、僕がコムさんがやったからね、開けなあかんわみたいなね、そういうのはないですから、まあまあね、変態モデラーというかね、凄腕モデラーの方多いんでね、ここはね開けようと思って開ける人多いかもしれないですけどね、映ってないか、今の時点でねこうやってちょっと傷んだけど、ね、こう整形していきます、こう一緒にね削ってね、このペーパー自体がもうわかんな、こっち使おうか、だいぶこれもね使い込んでるんですけどね、ちょっと角まだマシなのでね、この上っ面もね綺麗にしてんのせなあかんのですけどね、この穴開けた場合ここ結構痛むんで、ここもねラインまっすぐ整えていきたいと思います。これは一回ヤスリでやってるんでね、もう整ってると思うんですけどね、一応ねペーパーで滑らかにしとこうかなと。こんな感じかな、こんな感じですね、この時にね細かいリベットね傷つけないようにね、このリベットってこのここのね丸いモールドの中のね下に沈んでるんでね、面が割と削らないんですけどね、前回なんかよく削れてもあれ出っ張ってたんかな、どうなんやろな、これ削れないですね、へこんでるんでね、割と綺麗に残ります。で、安心してガーっていくとね、削れちゃうんで、そこはね、注意しながら、削れるなぁと思ったら、ちょっと保護しながらね、やると。いう方と、全部穴開けて、リベットやり直すよっていう方とね、いてると思うんですけどね。
はい、またね話は全然ちゃう方向へ飛びますけどね、皆さんあの お正月終わってあの1月明けてどうお過ごしでしょうか。お仕事もうだいぶ慣れてきましたでしょうか。初で以降ねもうあの生活またね平常通りのパターンに戻られてると思うんですけどね、無理なさらないように。あれなんででしょうね、年末までガンガン働いてるからね、年明けてからでもね一緒のように思うけどね、なんかこうスイッチが入らないというかあれですよね、ちょっとね、年末までの勢いがそがれるというかね、正月休まん方がいいのかわからないですよね。まあ、最近はもう正月休みない方も多いですけどね、あの正月の仕事してる方もちろんね、鉄道関係もそうですしね、まあ、いろんな職種ありますけど、飲食店なんてねとか、こんな感じかな。ここまたあれやね、このライン残しとかんと、あのこんな感じな、こんな感じ。フェンダーね、フロントだけやりました。こんな感じです。あとまあちょっともうちょっと細かく撮りますけどね、はい、こんな感じ。あとはもうこれね、ここのパーツね、ボディのここのパーツ、これはまあ後でねやっときますということで、はい、もうあのだいぶ時間切ってしまいましたのでね、今回これで終わりたいと思います。またねあのあそうそう最後までねご視聴ありがとうございました。であのまたね次回ねご視聴ご覧になってください。そしてねまたいつものようにコンさんの元気の源、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、それでね最後になりましたけど HMC ね、さっきも言ってましたけどね、よろしくお願いします。応援の方ねよろしくお願いします。はい、それでは今回これで終わっておきたいと思います。では、リバティウォーク GTR でした。省略者の 35R GTR でした。さよなら。